皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の理科、3分チェックプラスアルファ。今回は乗算の実験について説明します。乗算って何なのか、でどこで行われているのかについては、前回の動画タイトル乗算でしたけれど、そちらを参考にしてください。今回は乗算の実験についての説明の動画になります。ですからいつものように覚えた言葉チェックする、とそういう部分はありません。ただし最後に簡単な問題を4問解いています。では説明を始めます。この実験って、気孔が葉の表側それとも裏側どちらに多くあるのか、これを調べるための実験です。試験管の絵は2本しかないんですけれど、実際学校でやる場合、試験管が3本の時、4本の時あると思います。しかしこの動画では、ただ単に気孔は表と裏、葉の表と裏どちらに多いかを調べる部分に、特化して説明するので、絵は2つしかないようになっています。1、葉の大きさや枚数が同じ枝、これを用意して、 A の方は葉の表側に、B の方は葉の裏側にワセリンを塗ります。ワセリンを塗る理由ですね、これはこの乗算というのは気孔という部分で、ね、気孔というのは後縁細胞、三日月型の細胞で囲まれたこの穴の部分、隙間の部分ですね、ここで行われています。ですからワセリンでその気孔を塞いで、その部分から乗算ができないようにする、そのためにワセリン塗るんですね。ですから A の方は葉の表にワセリンを塗っています。葉の表側の気孔は塞がっている、だから乗算は葉の裏側の気孔からだけ行われるということです。 B の方は葉の裏にワセリンを塗ります。葉の裏の気孔は塞がれて乗算ができない、ですから乗算は葉の表側にある気孔から、こちらからだけ行われている、とこういうことになりますね。次に2番、同じ分量の水が入った試験管に AB この枝を刺して水面に油を浮かべます。ここに油を浮かべました。この理由ですね、この実験って乗算によって水がどれだけ減るかってのを調べる実験なんですよ。ですから他のところから水が蒸発して減っちゃうのは困る、とということで、この試験管の中の水の表面から蒸発する、これを防ぐために油を浮かべます。この部分もテストに出やすいです。そして3番目として、この2つを風通しの良いところに置いて、しばらく置いて、そこから水の減少量を調べます。で、実験の結果ですね、減少量が多かったのは AB どちらかというと、減少量が大きかったのは A の方なんですね。 A の方は葉の表にワセリンを塗っているので、乗算は葉の裏からだけしている。 B の方は葉の裏にワセリンを塗っているので、乗算は葉の表側だけ、ね、そちらだけでやっていると。 A の方、葉の裏の方の蒸発量、水の減少が多かったということは、裏の方が気孔がたくさんあったと、こういうことがわかるんですね。ですから気孔が多いのは葉の裏側だった。実験の結果からこんなことがわかるわけです。テストに出やすい部分、ワセリンを塗った理由、これはワセリンで気孔を塞いで、その部分から蒸散ができないようにすると。油を浮かべた理由、それはこの水の表面から蒸発していく、ね、水が蒸発するのを防ぐため、この部分は2つテストに出やすいので、しっかり覚えてください。では簡単な問題4問解いてみます。それではこの実験について4つの質問に答えていきます。1番、試験管の水面に油を浮かべるのはなぜですか、とこういう質問ですね。
この実験って試験管の中の水の減少量を調べる実験です。ですから余分なところから水が蒸発する、これは困るわけですから、ここに油を浮かべて水面からの水の蒸発を防ぐ、そのためですね、水面からの水の蒸発を防ぐため、こう答えればいいわけです。2番、ワセリンは何のために塗りますかと、ワセリンを塗って気孔を塞ぎ、そこから蒸散しないようにするためと、ワセリンで気孔を塞ぎ蒸散するのを防ぐためと、こう答えてください。 A では表にワセリンを塗っているので、葉の表は気孔が塞がって蒸散できない、裏側からだけ蒸散すると。 B は葉の裏にワセリンを塗っているので、裏側の気孔が塞がって裏側から蒸散できない、表側からだけ蒸散していると、こういう状態になっていますよね。3番、 A、B どちらの水の減少量が多かったですか。これは A の方の減少量が多かったんですね。4番、実験の結果からどんなことが分かりますか。 A の方の水の減少量が多かったということは、葉の裏側からの蒸散の量がこちらの方が多い、蒸散量が多いということで、葉の裏側の方が気孔が表に比べてたくさんあると、ね、葉の表より葉の裏側の方が気孔がたくさんあると、こういうことが分かりました。もう一度確認のためにやっていくと、試験管の水面に油を浮かべたのはこの水面からの水の蒸発を防ぐため、2、ワセリンは何のために塗りますかというと、ワセリンを塗って気孔を塞いでそこから蒸散できないようにすると、ワセリンで気孔を塞ぎ蒸散できないようにするためと。3番、 A、B どちらの水の減少量が多かったですかというと、 A の方が減少量が多かったんですね。つまり蒸散量はこちらの方が多かった。4番、実験の結果からどんなことが分かりますかと、これはこちら側は葉の裏側から蒸散していると、こちら側は葉の表から蒸散していると、葉の裏側の蒸散量が多かったということは、蒸散するところは気孔ですから、葉の裏の方が表より気孔の数が多いと、こういうことがこの実験から分かったわけです。今回は蒸散の実験についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。